衛装備庁がレールガンの研究結果を動画で公開したという情報が入ってきました。今回はレールガン開発と日本の技術力について見ていきます。大きな課題になっていたのが大電力ですが、解決策も出てきたようです。島嶼防衛のためレールガンを配備すると防衛力強化となるでしょう。近くの中国やロシア、北朝鮮の反応も気になるところです。12月1日、防衛装備庁は公式の YouTube チャンネルで、現在研究中のレールガン関係の動画を公開しました。レールガンというと、ロボットアニメの武器みたいですが、従来のように、火薬の爆発力を使う方とは根本的に異なるものです。電気の力で弾丸を加速させる仕組みなのです。もともと、レールガンは、世界の多くの国で、未来の大砲として研究されていましたが、今年10月に、日本は、世界で、初めて、洋上射撃試験を行いました。つまり、他の国より、一歩リードした位置にいるということになります。レールガン研究の担当部門である、陸上装備研究所で、開発の現状や、想定される用途などについて、話を聞いてきました。まずは、レールガン、未来の大砲の基本的能力について紹介します。前述の通り、電磁気力によって弾丸を打ち出す大砲です。試験中のものは、砲の全長約6メートル、砲口径40ミリメートル四方ですから、砲の大きさから見ると、弾がとても小さいと感じませんか ?6 メートルと4ミリメートルということは、1500倍というわけです。同サイズの火薬式火砲と比べてみます。陸自で、一番多く使用されている榴弾砲は、砲身長約 6M。口径 155mm、海事の藻が身型護衛艦などに搭載されている艦載用弾倉砲は、砲身長約 7M、口径 127mm です。これらと比べると、レールガンは、砲身の長さに対して、弾の口径がとても小さいと言えましょう。ただし、レールガンの弾丸は、非常に高速で射出されるのです。試験中のものは、秒速2297メートル、つまり、約マッハ7、地上で約8568キロのスピードです。前での火薬式火砲の初速は、秒速約800メートルですから、文字通り桁違いというわけです。弾丸の威力、運動エネルギーは、重量×速度の2乗で計算されるので、小さくても破壊力が低いわけではないし、超音速で飛び出す弾丸は、射程も桁違いに長いと言われるのです。こういった数々のメリットを考えると、レールガンが、極めて高性能な砲と呼ばれるのも当然かもしれません。しかし、開発には、大きな問題がありました。それが、エロージョン、エロシオンと言われる砲身の摩耗です。瞬間的に大電流を流して、マッハ7もの超音速で弾丸を射出するのですが、電流による加熱のせいで、砲身内部が激しく削られてしまうという現象なのです。要するに素材が劣化するということです。エロージョンとは、腐食とか崩壊の意味ですが、レールガンの動きにも悪影響を与えるでしょう。ちなみに、2021年に、アメリカ海軍が、レールガン開発を事実上中止した理由の一つに、エロージョン問題があるとも言われています。アメリカが開発から撤退した兵器を、日本が開発に成功したということになりますが、アメリカはどう感じたのかも気になるところです。では、日本はエロージョン問題にどう取り組んだのでしょうか?レール、砲身の素材変更と電流の流し方の変更によって、エロージョン問題を克服したとされます。素材変更については、導電性や加工し、安い理由から、主素材として銅を使っていましたが、導電性が、高く摩耗に強い素材に変えたそうです。電流の流し方については、大きな電流が瞬間的に加わらないように工夫したそうです。この2項目の変更によって、日本のレールガンは、秒速2000メートル以上の弾丸を120発も発射することに成功。しかも、発射後に方針を確認しても目立った損傷は全然なかったとか。
見事に成功したということですね。では、日本は、レールガンをどのように使うつもりなのでしょうか。防衛装備庁の動画には、車載型や艦載型のレールガンが敵艦艇を攻撃したり、落下してくるミサイルを迎撃する様子が映っていました。公開された資料でも、対艦、対空、対極超音速ミサイルを将来構想に示していますが、こうした用途には、すでに、ミサイルという兵器があります。ということは、どのように、差別化や役割分担をするつもりなのでしょう。レールガンの利点は、コストやサイズです。複雑なシステムで構成されたミサイルは大きいし、高価です。一方、レールガンの弾丸はミサイルより小さいし、値段も安いそうです。つまり、小さいので大量に持参できるし、大量に使用できるわけです。しかも、小さい弾丸はレーダーにも捕捉されにくいし、迎撃されにくいという利点も考えられます。ただし、当然、ミサイルにも利点はあります。長射程、高精度誘導能力のおかげでピンポイント攻撃ができることです。ですから、ミサイルとレールガン、それぞれの利点を十分活用できるよう、多層的な運用を考えていると推測されるのです。レールガンは、現在、一発ずつ単位することで、技術的課題を解明するためのテストを行っているようです。連射や電源、弾丸の安定飛翔などの課題に今後は取り組む予定ということでした。単純な発射機から砲システムへ、より実用的な防衛装備品に近づけていくことを計画しているとみられます。動画で公開した現在の砲は、そのまま実戦に使えるレベルではなく、あくまでも基礎技術を確立するための試作機ということです。最終的には、運用目的やプラットフォーム、車両や艦艇、地上固定式などに合わせて、レールガンの大きさや弾の口径も変えていくことになるのでしょう。では、実戦配備はいつになる見込みなのでしょう？具体的な明言はありません。しかし、防衛省の資料には早期装備化と記載されていますから、研究サイドとしては、技術の積み上げと実証に傾注し、実用化に貢献していく予定にしているとのことでした。では、ネット上にあふれるレールガンについての意見を紹介します。現在の軽い高初速砲弾では、水平線を超えるくらいの大遠距離を飛んだら、空気抵抗で速度が落ちる。となると、威力もガクッと低下しちゃうのでは？空対艦ミサイルも艦対艦ミサイルも、射程距離は 200km はある。射程 500km 以上のミサイルやマッハ5で飛んでくるミサイルやレーダー探知から逃れるように、変則的な軌道で飛ぶミサイルも実戦配備されているから、10km まで近づいてから射撃したって、そんな距離に近づく前に戦いは終わるよ。尖閣諸島や台湾を考えている海上戦闘では、沖縄や第五航空団基地より、中国軍基地の方がはるかに近いから、飽和攻撃で大量のミサイルが使用されることが簡単に予想できるから、雨のようにミサイルが降り注ぐんじゃないかな。イージス艦が艦隊にあったとしても、防衛能力をはるかに超えたミサイルをすべて迎撃するのは非常に難しいだろうよ。時速 8568km で射程 200km。ということは、射程限界の 200km 到達までに84秒はかかる計算になる。弾丸は推進力がないから、84秒で 200km 飛んでる間に、重力の影響で 34,500m も自由落下してしまう。静止した大きな標的相手なら、コンピュータに計算させて命中させることも可能だろう。でも、マッハ7のスピードで動いている、遠くの標的に当てるのは無理だろう。個人的には、マッハ7の弾丸より、レーダー探知を避けながら飛んでくるマッハ5のミサイルの方が脅威だと思う。などなど、皆さん実に詳しく調べて考察してらっしゃいます。ここで疑問が浮かびました。レールガンには、大きな電力が必要なんですが、その電力はどこから持ってくるんでしょうか？艦艇に搭載する兵器ですから、乗せる艦艇に、巨大な電源が必要ということですよね。ソーラーパネルを甲板に並べるわけにはいかないだろうし、と考えてしまう筆者でした。